どうもかげやんです。ですね、今日はですね、1年以上続けているもの、3つ、生活習慣編ということについてお話ししたいと思います。近況報告、近況報告というか、その寒いということですね。この3日間がむちゃくちゃ寒い、むちゃくちゃ寒いんでですね、外出されるときはですね、暖かい服装でね、外出していただきたいという、当たり前のことをこう言わせていただいておりますけども、で今日のね、テーマである、毎日1年以上ね毎日続けているもの3選ということで、お伝えしたいと思うんですけども、僕は毎日結構いろいろ続けているものはあるんですけども、生活習慣の中で続けているものといいますとですね、一つは瞑想ですね。瞑想をしています。で瞑想は朝してますね。朝してるんですけども、それはですね、1年以上、一昨年のね秋ぐらいからこう毎日続けてるかなと思うんですけども、最初5分から始めました。5分かからね、座禅というか、そういうあぐらじゃないです、ちょっと崩した形ですね。でこう5分音楽を聴きながらこう 目をつぶって瞑想してっていうのを続けていって、ほんで5分がこう楽にできるようになったら6分、6分ができるようになったら7分っていう感じで、25分まで、増やしてきました。で25分で固定してですね、25分瞑想をこう毎朝するようにこうしておりました。で、していたんですけどもですね、去年の10月の末にですね、ダンスレッスンにこう通うことになりまして、通うことって、1回しか行ってないんですけども、ダンスレッスンに行くときにですね、そのダンスレッスンが始まるのが夜の9時半やったんですね。だからちょっとこう時間があったんですね、家でね。で時間があったんで、その間にですね、瞑想の本についていたですね、CD を聴くようにしたんですね。でその CD を聴いたら、こうその CD を聴きながら瞑想するのがこういいなというふうに思ったんでですね、その CD を聴きながら瞑想するようにそこから始めました。で、それがね40分ぐらいあるんですかね、40分ぐらいの CD なんですけども、それを毎日今聴いているというところでこうやっております。瞑想がねこう体にいいっていうのはいろいろこう言われてるんで、わざわざいろんなことを言う必要はないとは思うんですけども、やっぱりその瞑想をした日がしてない日がないんであれですけども、やっぱり瞑想は僕にとってはもう必要なもの、歯磨きと一緒のようなものになっております。ということで一つ目は瞑想で、二つ目がですね、トイレ掃除ということですね。でトイレ掃除を毎日しているということです。でこのトイレ掃除も、一昨年の、秋ぐらいから毎日しております。で、休日もやっておるというところでですね、でトイレ掃除をするきっかけっていうのは、本でですね、トイレ掃除をこうすると臨時収入が入るとか、お金に困らないとかね、そういうことが動機やったんですね。でただその動機やったんですけども、そのやっても別にお金に何の変化もなかったっていうことでやめてしまったりもあったんですけども、一昨年の秋ぐらいからですね、淡々と一回こう面白がるというか、別に普通にこうトイレ掃除することで、マイナスになることはないんで、こうやっていこうということでこうやっていきました。で最初はね便器周りとかね、そのあたりをこう掃除してたんですけど、だんだんね、気になってた壁のとことかね、窓のねこう桟のとことか全部きれいにするようにこう、しようということで、そういうふうにこう変えていきました。で、トイレ掃除中も音楽を聴いたりラジオを聴きながらやってたんですけども、もっとこうトイレ掃除に真摯に向き合おうということを思ってですね、でその音をなし、だからスマホなしで、黙々とトイレ掃除をするっていうのをこう取り組んできております。で、確かにねお金に困ることが、なくなっています。ただ、贅沢できるほどのことはないですけども、なんかお金がちょっと厳しくはあるんですけども、そのお金の使い方がちょっとこう上手になったというか、その売上の範囲内でこう、お金を使うような形を取る、無駄遣いがだいぶ減った形はあります。もちろんねその家族にね、休日は美味しいものを食べてもらうためにね、ちょっとお金を使ったりはしますけども、
そんなにね前ほど無駄遣いせずに最初にね1ヶ月に使う分をこうプールしておいたりとかですね、で封筒ごと分けるんですね。散髪代といったら散髪代、3500円とかこういうふうに入れとくんですね。で空手代やったら空手代って言って入れとくんですね、そういうふうにこう全部その払う分をこうプールしときながら、あとはこう売り上げの中でですね、貯金できる分を貯金に回して、で1ヶ月に、1週間で使う分だけをこう使うという形をこう取っていってるということで、こうまあトイレ掃除のおかげかどうか分かんないですけど、お金の使い方のスキルはちょっと上がったように、感じます。あと一つですね、月刊の滋賀県の情報誌のプレゼントに応募したら当たったということがありました。ただこれはまあトイレ掃除のおかげかどうかっていうのは分からないです。ただ臨時収入的なものは今のところはないですけども、これはまああればいいしなくても別にいいしという感じでこう思っております。でもう一つがですね、アファメーションですね。アファメーションいうかこう言葉を言うんですね。で言葉を言うのをこう毎日しています。これはね朝晩とします。朝起きた時にちょっとこう、鼻うがいとかいろいろ歯磨きとかそういうの終わった後にちょっとそのアファメーションをして、であとトイレ掃除を夕方にするんですけども、その時に一緒にアファメーションをするということをしています。これも毎日しております。で最初はねだから言葉がこうずっとこう頭に入っていく感じがあって、こう体に染み込んでいくような感覚があったんですね。それがだん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 こうもう空で今は言えるようになっておるんですけども、でそういう状態でこうやっている。それもね鏡を見ながら自分の顔を見ながらその言葉を発するんですね。そうするとまだ僕は感覚的にそこまで行ってないですけども、自分が喋ってるのが鏡に映りますよね。それを見てこう喋ってるんですけども、それがですねだんだん自分が発してるんですけど、その鏡が自分に向かって言ってるような感覚になってくると、だいぶこう入ってくる状態になるということですね、うん、でそこまでいけたらいいかなと思ってますけど、まだその感覚までは行ってない。まあ1年ちょっとなんでね、まだそこまで行ってない。もうちょっとこう訓練、修行が必要なんかなというふうには考えております。ということで今日はですね、1年以上毎日続けているもの、生活習慣編についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。